肩甲骨周辺筋群のエクササイズ。足を腰幅に開いていきます。両手の親指と人差し指の間にゴムの端を挟みます。両肘を90度に曲げ、手のひらを上に向けます。肘の角度を90度に保ったまま、肘から下の腕を横に開いていきます。左右の肩甲骨を寄せ、胸をしっかり開いていきましょう。この時、肘が脇から離れないように注意します。数回終えたら元の位置に戻っていきます。